S。 はい、で今日は普通に僕家にいたことがないんですけど、で今日やりたいことは結構前からチキン系すごい最近やってると思うんですけど、最近やってないと思うんですけど、で今日は激辛系っていうことで、前になんか韓国チキンみたいな感じで韓国の辛いソースをつけてやったんですけど、でもあれはそんなに辛くないっていうか、正直辛かったんですけど、あれね、今回はデスソース、僕あれ舐めたことなくて一回も口の中に含んだことないんですから、どれだけ辛いのかっていうのは分かんないんですけど、同じ感じにデスソース使って今日は韓国チキン作っていきたいと思いますということで、こんな感じで見てもらって分かると思うんですけど、鶏肉買ってきたんで、さっき今日はそれ調理して綺麗に食べていきたいと思います。体を休めるみたいな、はい、そっち系のやつも買ってきたんで、今日はそのまま食べていきたいと思います。ということで、とりあえずキッチン行ってきまーす。エス、はい、キッチンようこそっていうことで、今日はまず買ってきたものをいつも通り紹介していくんですけど、で今日買ってきたものはなんかデスソースに関係あるものしか買ってきてないんで、そんなに期待できないと思うんですけど、チキンって言ったら鶏肉必要かなってさっき思ったんで、急に今日鶏肉っすね、鶏肉、なんかこのなんていうの、これでっかい方となんかちっちゃい方っていうことで、僕はでっかい方がなんかちっで、次にこれっすね、これなんかバンドエイドみたいな、バンドエイドじゃないんですけど、このブリガリアっていうことで、最近イライラしてくるんでカルシウム足りないかなと思ってこれ買ってきたんですけど、ちょっと空いてるんですけど、これ2日前ぐらいに空いて飲むんで、次の今日のメインなんですけど、このこれですね、これなんかカマンベールチーズみたいな、毎回北海道100クリシで、次にカラーで、これですね、これなんかやばくない、このなんかビンタあったね、このなんていうの、アフターデスソースみたいな感じで、なんか最初キャバクラかなと思ったんですけど、全然違いましたねっていうことで、なんかすごい、ない今日はこれしっかり綺麗にやっていきたいと思います。取れてる取れてる、肉できてるよこれ。今日はこれぐらいの量でしっかり綺麗にやっていくんで、作っていきたいと思います。ということで、とりあえずはい、キッチン行ってきまーす。今日もこれなんていうの、このこれ使ってやっていくんですけど、翻訳しながらやってるんですけど、なんていうの、僕みたいに日本語が達者じゃないので、この翻訳機よくわかんないんですけど、なんていうの、僕漢字が読めないっすっていうことで、まずこの容器に300リットル分のこのなんていうの、粉を入れていくらしいですね、今から。あらっしゃい、あらっしゃい、こんな使わないな、150にして半分ですね、半分見て、で、こんな感じで液体が、で、こんな感じになんかなんていうの、すごい美味しそうな液体ができたんで、次に次ですね、次、何か分かんないんですけど、僕準備良くないんで、今から油やっていくんですけど、まず早くやった方がいいかな、みたいな、蓋開いてなかった、あーよっしゃ。で、次に鶏肉の続きやっていくんですけど、やばい、めっちゃ臭いんだけど、これ大丈夫かな、あー気持ちいい、これあ、取れてる取れてる、ちょっとさっき何やってんだろう、なんていうの、ちょっとめちゃめちゃ臭かったんで、鶏肉めっちゃ洗ったんですけど、正直腐ってるかもしれない、やばい見て、これなんか自分が入った後のお風呂みたい、なんかっていうことで、なんか気持ち悪い、なんかさ、今まで以上に一番綺麗にできてる気がするっていうことで、とにかく熱い、すごくね、なんか見て、すごい、なんていうの、これ唐揚げみたいになってるんですけど、めちゃめちゃ美味しそうですねっていうことで、やばくない、めっちゃ綺麗、見てこれなんかすごくない、イルカみたいなんですけど、見て、なんか正直隠したい大きさのチンチ、これちょっと食べていきたいと思います。味見っすね、味見、あーおっしゃ、やばい、できた、やばい、待って、食べて、すごくない、なんかこんな感じですよ、なんていうの、カスピ海みたいな、はい、今日はこれだけチンして、チンするところちょっと乗せるんですけど、なんていうか、そのなんていうの、その綺麗にしっかり食べていきたいと思います。ということで、とりあえず向かってきまーすっていうことで、こんな感じで作ってきたんで、チーズ食べていくんですけど、なんていうの、そのやばくない、なんかこれだけちょっとなんかチョンみたいな、はい、チョンまげみたいになってるんですけど、これだけかけてますっていうことで、それなんていうの、デスソースって言ったらもうなんていうの、その30年前ぐらいの YouTube かなって思う人もいると思うんですけど、全然ソースっていうことで、なんか匂いがさ結構ね、きつそうなノーマルなやつからちょっと行ってきたいと思います。ということで、とりあえずすねれっていうかさ、まず言い忘れてたんですけど、この飲み物まず俺飲んだことないの、これいや噛んできた、やばい、めっちゃ美味しい、やばい、今
までで一番上出来。あの白い粉を、あの白い粉ってそういうあっち系の、あっち系の白い粉じゃなくて、あの白い系のあっち系の粉をさ、なんていうの、後付けするとね、めっちゃバリバリになるっていうことで、あのちょっと試してみてくださいこれ。でノーマルです、これチーズつけて食べてみていい、これなんか、え、腐ってるよねこれ、なんやばい。あのね、激美味しい。激美味しいって何？よくわかんないですけど、なんかね、激みたいな。はい。ちょっと待って、もうこれ今日のメインこれ行くんですけど、これやばくない？なんか。匂いはね、すごい美味しそうな、なんかショートケーキみたいな匂いする。こっからやると。で、いただきます。すんなら！ん？え？あれ想像以上に辛くない？つける量が少ないのか知らないんですけど、想像、ピリ辛みたいな。あー。なんかピリ辛ソーセージみたい。え、待って、そんなに辛くないよ正直。これちゃんとかけるんですけど、こんな感じで。あ、でもね、なんか痛いかも、口が。めちゃめちゃ気持ちいい。ヒマラヤ山脈みたいな。はい、バリの頂上みたいなんですけど、ちょ、いただきますこれ。想像以上に辛くない。え、なんだろう、なんか自分の感覚狂ってるのかわかんないんですけど、なんか美味しい辛さみたいな。はい、ちょっと一回大量にかけてみるわ。これぐらい？あ、これやばいよ絶対。絵の具みたいだもん、なんか図工の授業みたい、すごい。ちょ、いただきますこれ。落ち着く。おっぱい、あ、さっきのやばい、さすがに。さっきの痛い痛い痛い、口の中痛い、口の中痛い、口の中痛い、やばい。今のはちょっとやばいっすね。これ。さすがにさっきの辛かった、やばい。あの口の中痛い。なんかプリダックポッキンモンのあの辛さとは全然違う、これ痛い、口が痛い。気持ちいい。普通サルサソースってメキシコから来てるじゃないですか。あのメキシコから来たサルサソースじゃなくて、あの地獄から来たサルサソースみたいな。あー、辛いというより痛いよこれ。辛いんじゃなくて痛い。僕の毛穴の隅々から出てきたコーラあのシェ。あ、え、コーラ治ったよ。口の痛さが治ったっていうことね。え、これ薬なのこれって。え、全然辛くない、なんか。え、コーラって辛いものだと思ってたんですけど、あの全然辛くないせいっていうことで。え？ちょっとだけ、もう怖いもん、なんか。やば。なんかなんていうの、そのあの、え、なんかすごい和らいでくれる。なんかさっきからこのずっとこのオレンジジュース飲んでるんですけど、なんていうの、その和らいでくれる、なんていうの、その鶏なんですけど、鶏から出たなんか牛乳みたいな感じで、あの薄いじゃない、マシだって。いただきます。すんなら。美味しいね、普通のやつ。ね、お腹いっぱいになってきた。やばい、もうやばい、お腹いっぱい、すごい。俺ってこれかけてる量少ない、これなんか。もう5、60年生きてるんで、あの、その人の肺にはちょっと厳しいっすね、この食べ物。肺じゃない、まじで、いいか、いい？腸か、わかんないっすけども。よう思わへんの。これ全体的にどんな味かっていうと、甘くて、辛くて、なんでかわかんないけど、すごい辛くて、想像以上に辛くなくて、さっきからめっちゃお尻痒くて、美味しい。お腹いっぱい。揚げ物のこの量はね、すごいきつい。
ここら辺がね、すごいね、焼かれてる気がする。なんかガスバーナーみたいな、はい、ガスバーナー突っ込んで、あの火噴射暖かさがありますね。ここら辺がなんかお風呂みたい、なんかお風呂入ってるみたい、ここら辺だけ。これめちゃめちゃ消費期限切れてるんですけど、あのこっちも合わさるとすごい、なんていうの、賞味期限が伸びるみたいな、はい、味がよくわかんなくなるんで、腐ったような味全然しないしね、ということで控えめ。もう味わかんない。さっき料理したんですけど、お腹の中でも何、誰かがキッチンしてんのかなみたいな、キッチンしてるの、あのもう食べれない僕、なんていうの、これ今2個残ってるんですけど、もう痛いだけっすね、ということで、あのとりあえずあの休憩しまーすっていうことで、あ、なんかね、味、あ、美味しいとか全然ね、味がわからない、なんか、美味しいか美味しくないかもわかんないですよ、ということで、もういいかなっていう感じですよ、僕。あの、よかったらインスタグラム、ツイッターフォローしてすごい嬉しいです、ということで、もうなんもないので、終わりたいと思いまーす。